だんだん縮めてますよ。地上の視野は共和国軍に傾いてますよ。はいはい、出てきた瞬間地方この辺は当てやすいぞ。当てやすいボス誰だ貴様。誇り高き嵐の刃、恐れぬならばかかってこい。ダッチャルは正面から来てる。あーレッドホーンかこいつ。やおれや痛い。やおれやこいつ相当な武装してるぞ。やおれやキャノンいいぞ。さあもう一発追い回してやれゴジラス。よっしゃーやったー。おーし、たくさん金くれた。よーし、41% まで下がってるな。うわ41が2つあるぞ。ん3つか。ここ行ってみるか。ビル街か。嫌だな。ネオゼネバスが敵か。これターンは短くした方がいいのかな。まあ、まあ、いいや、あまりこだわらずに 100% に行こう。時間はある。誰だ。メカゴジラだ。今だ。なんだあれは。行って。浮いて。なかなか敵強力な武器だぞ。よしいいぞ。最低限のノルマ達成した今。さあビルに引っかかるんだ。よしビルから出てくるところを狙う。あっ来た。よしいいぞ。ビルに引っかかれ。引っかかるんだお前ら。いくら素早く立ってビルに引っかかったんじゃ仕方ねえからな。ちょろちょろしてます。よしいいぞ。ビルに隠れて時間があるからな。さあ来るなら来い。痛い痛い。やったか。やってない。まだやってない。当たったと思ったんだが。よし尻尾が効いた。尻尾が効いた。守備範囲大きい。ゴージャス守備範囲大きい。おお今見た。バズカー貫通したよビルを。見た。ビル貫通して撃てるわ。よしラッキーなことが分かったぞ。ゴジラスの手法はビルを貫通できる。場合によってはちょっとバグ技みたいな。デススインガーもそうなんだよね。よし。行って。
なりに現れやがったか。ああ、ここまでは効かんのだわ。ゴジラ聞いたよ。ガグー、ハイパーバイトファング、ハイパーバイトファングか。痛い。あーし、レーザーの前に飛んできたよ。飛んできやがった。あー、あいつのだけ、あいつのビームだけ、ミサイルか、ミサイルだけ。はい、守備範囲大きい、尻尾の守備範囲、守備範囲大きいです。通過させませんでした。よし、もう2体ぐらい倒したい、もう2体ぐらい倒したい。よし、来た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 。よし、あと1体、あと1体倒したい。そうすれば消えるぞ、ピンクは。赤は消えるぞ。おーし、やった、これでシェア。おっと、ボス。弱いゾイド乗りには興味ないわ。いっちゃ、やろう、お前 HP 低い時に出てきやがって。たまには熱くなってみたいものね、惨めなものね。さあ、どうする、どう来る、どう来る。ライトニングサイクスか。あー、ダメだった、ダメだったな、一撃でダメだった。まあ仕方ない、結構なシェアは獲得できた。何パーセントくらいいったかな。 72% まで上がった。100% になればクリアだろ。敵はなんだ。敵はなんだった。なんだこいつ。ディバイソン。あー、出てきた瞬間に捕らえたぞ。ディバイソンだ。え、ディバイソンか。何かわからん。いや、ライトニングサイクスも取られてるか。避けられん。飛んできたのが見えても避けられん。はい、なんだこいつは。機体がわからんぞ、機体名がわからん。ルーキー、痛い。もうちょいでボスが現れるんじゃない。シェアが、シェアが二分される。あーだ、シェア、あと1体でシェアが二分されるぞ。ボスじゃない。よし、ボスが出てくるんじゃないか。やっぱり誰だ。もうご出陣や。なんかビバイソンとかアイアンコングとかそっち系で来そう。違う、改造版の改造版のセイバータイガーだ。これならいけそうな気がする。よーし、
ちょっとずつ同じぐらいの HP になってきた。守備範囲大きい。